かぼちゃの苗がカバー内で大きくなってきました。ほぼいっぱいになったのでカバーを外したいと思います。カバーを取りました。結構大きくなってます。2株あるんですけども、各株3本ずつ空いています。株によってなんか変形品の出る株がありますので、このまま大きくしてなり場を見てから本数は整理したいと思います。当面各株とも3本とも伸ばしていきます。5月13日です。今日と明日は天気が悪く雨模様の予報ですので、ニューメロンのキャップを取りました。外の空気に慣らしてしばらく様子を見たいと思います。こんな感じです。ただ天気が悪いのでセクシンやら何やらはしないで、そのまま晴れを待ちたいと思います。4株あります。5月14日ニューメロンの様子です。雨が止んで日差しが出てきたので、周りにわらを敷き詰めて全体をつるを6本にしました。1株あたり2本のつるにしています。屋外栽培初めてなので様子よく分かりませんけど、こんなところで様子を見てみたいと思います。